明快の牛崎です。今回は1917年創業、連結売上高2158億円、連結従業員数8566人、海外売上比率約 60% を誇り、チェーンを主力とする機械メーカー椿本チェーンを紹介していきます。社名は椿本チェーンですが、チェーン事業が売上に占める割合は3割程度で、減速比や直動機器などを手掛けるモーションコントロール事業や、自動車部品などを扱うモビリティ事業、工場や物流業務を効率化するためにトータルソリューションを手掛けるマテハン事業などかなり多角化しているんです。チェーンなどのパーツから物流倉庫といった大掛かりなシステムまで幅広い事業を行っているユニークな会社なんです。ただもちろん、社名の椿本チェーンの通り、実際に産業用チェーンで世界シェアナンバーワンだったり、国内世界シェア1位を複数持つチェーン事業は大きな強みになっています。チェーンというと一見ピンときづらいですが、例えばジェットコースターや回転寿司、エスカレーターなど身近なものから、工場やインフラ、油田掘削機などの産業現場まで、使われていない業界はないと言われるほど幅広い用途で使われているんです。全ての事業に共通しているのは動かすということで、創業から100年以上、チェーンの持つ2大機能、動力伝達と搬送を中心に進化を遂げ、事業を拡大しているのがすごいですよね。またアメリカ、ヨーロッパを中心に世界26カ国81拠点を構え、海外売上高比率も約 60% とかなり高いので、海外志望の方にも最後まで見ていただけたら嬉しいです。最近では植物工場のイノベーションへ挑戦したアグリビジネス、現場目線のソリューションで見える化の先の変革の実現を目指す製造業 DX など、新ビジネスの開発にチャレンジし続ける椿本チェーンのルーツを見ていきましょう。椿本チェーンは遡ること100年以上前の1917年、椿本雪造が自転車用チェーンの製造会社として創業すると、日本で機械化が進み、機械用チェーンが普及することを見抜き、わずか10年で機械用チェーンの製造へ完全シフトし、急激に成長していきます。その後、チェーンを使った大規模なコンペアプラントを一式を納入したことで、マテハン事業に進出。日本で車が普及することを見越して、自動車エンジン用タイミングチェーンを生産開始、大型チェーン減速機の開発で4つの事業に拡大していったというわけなんです。1970年、初めての海外拠点を台湾に設立すると、海外事業の一大拠点として、椿本 USA をアメリカで設立、その後、オランダ、カナダなど、次々と海外拠点を拡充していきます。現在では多種多様な動力電動用搬送用チェーンをはじめとして、工作機械、造船、鉄鋼、液晶半導体など国内外のあらゆる業界に最適な商品を提供しているのがすごいですよね。ここまで見てきた通り、椿本チェーンの歴史はチェーンから始まった動かす技術を進化させ、変革とチャレンジを繰り返してきたというわけなんです。また創業者椿本雪造の和をもって尊しとなす、自らの道は自ら切り開くという100年の歴史の中で受け継がれてきたフロントアスピリットは押さえておきましょう。そんな椿本チェーンが今どんな事業を行っているのか具体的に見ていきます。椿本チェーンの売上の内訳を見てみると、チェーン事業が 33%、 自動車部品などを扱うモビリティ事業が 31%、 マテハン事業が 26%、 減速機などを扱うモーションコントロール事業が 9%、 残りが新規事業などとなっています。かなりバランスがいいですよね。地域別も見ておくと、日本が 41%、 アメリカが 27%、 欧州が 11% と続いていて、海外売上比率も 59% とかなり高いんです。それではそれぞれ4つの事業を見ていきましょう。ポンベア、エスカレーター、工作機械、船舶エンジン、回転寿司の駆動装置など、動力を伝達する様々なシーンでチェーンが活用されているんですが、機能は大きく動力伝導用、搬送用の2つで、工作機械、造船、鉄鋼、液晶、半導体などあらゆる業界に提供しています。世界シェアトップの産業用チェーンは、長寿命、高強度、多品種少量生産で、なんと2万種類以上の形状、サイズ、材質などの異なるチェーンを生産しているんです。特に高品質チェーン市場をターゲットとしていて、材料技術、熱処理技術などのコア技術を培ってきたことは押さえておきましょう。次にモーションコントロール事業は、駅のホームドアの開閉やエレベーター、ドーム球場の屋根の開閉、舞台装置からロケットの発射台、観覧車など、本当に幅広い領域の動く部分をコントロールする正規商品を幅広い業界に展開しています。減速機や直線作動機など、モーションコントロールに関わる機械部品と、その複合技術の最適なパワートランスミッション機器を提供していて、変減速機や連結締結機器などで国内シェアナンバーワンの商品を複数持っているのがすごいですよね。多種多様な商品を組み合わせて、ユニットやモジュールとしてソリューションの提供を実現しています。モビリティ事業は、自動車用のタイミングチェーンシステムをトヨタ、日産、スズキなど国内メーカーをはじめとして、フォルクスバーゲンや GM など世界中の自動車メーカーに部品を供給していて、世界シェア1位を誇ります。世界の車の3台に1台が椿本チェーンのタイミングチェーンシステムを搭載しているというのがすごいですよね。タイミングチェーンシステムは、自動車エンジンの根幹となる部分で、信頼性、実績が非常に重要視されるので、参入障壁が高く、大手5社で 95% 以上のグローバルシェアを占めているんですが、その中でも椿本チェーンがエンジニアリング力や商品開発力、グローバル生産体制の整備によって、カーメーカーの信頼を勝ち得た結果、今の地位を確立しているというわけなんです。
最近では内燃機関部品からモビリティパーツへの転換を掲げていて、タイミングチェーンシステムで培った世界一の動力伝達技術やグローバル生産体制などを生かしたオンリーワン商品の開発に力を入れていたり、エネドライブチェーンや EV 向け四輪クラッチなど次世代モビリティ商品や野菜メーカーとの共同開発、超小型精密アクチュエーターなど新たな取り組みを開始しているんです。楽しみですよね。マテハン事業は工場の搬送、仕分け、保管などのシステムを手掛けていて、生産物流現場の効率化、自動化、省人化に貢献しています。物流業界向け搬送システムでは、高速で正確な仕分けによって日用品やアパレル、食料品など幅広い業界に貢献していて、最近では2020年に世界最高レベルの高精度 AI 仕分け技術を開発してかなり話題になったんです。すごいですよね。意外なところでは数万人もの細胞、血液、DNA を劣化させないようにマイナス150度の環境下で保管、管理する世界初の超低温ハイテク冷蔵庫を開発していたりするんです。タイムリーな事例としては、すでに PCR 検査の前工程全自動化に成功して、1日1万3000件もの検査が可能になっていて、今後は検査員の感染リスクからの解放を目指して全自動化に取り組んでいるというのがすごいですよね。今後労働力不足の解消など、さまざまな業界の自動化、超人化ニーズが広がる中で、かなり将来性が期待されているということを押さえておきましょう。それではそんな椿本チェーンが今後どんな成長戦略を描いているのか見ていきましょう。椿本チェーンは2030年に目指す方向性として、高機能化や自動化、省人化、非接触化など高度なオートメーション化を行うリンクドオートメーションテクノロジーによって、社会課題の解決と持続可能な社会の実現に貢献していくとしているんです。特に人に優しい社会の実現や安心安全な生活基盤の構築、地球に優しい社会の創造に関する社会課題に対して、バックキャスティングから導かれた将来必要とされる技術を獲得、拡大し新たな事業領域に進出することを表明しています。これらの事業活動の中で SDGs における特に8つの項目に貢献していくことを経営のフレームワークとしているんです。その過程では2025年度までを新たな事業領域に進出するための種まき期間として定めています。椿本チェーンの持続的成長が可能となる次世代ビジネスの創出について、現在の取り組みと今後の方向性を具体的に見ていきましょう。例えば地球に優しい社会の創造では、カーボンニュートラル関連における EV 充電インフラ市場に EV 給充電システムの E リンクで一躍参入しています。これは電気自動車の大容量バッテリーから取り出した電力と、公共施設やビル、工場などの電力網を双方向につなぐというものなんです。停電時には非常用電源として活用したり、平常時には給電や EV への充電をスマートに制御できたり、仮想発電所のリソースとしても活用できるというのがすごいですよね。今後は再生可能エネルギーインフラビジネスの拡大のため、インバーター関連技術の獲得を目指しています。安心安全な生活基盤の構築においては、農業分野でビジネスを拡大しています。現在は葉物野菜を中心に画像処理や自動化技術を用いて有料内の自動移植を行い、その手のかからない植物工場の実現に貢献しています。今後は栽培ノウハウの獲得と実践、アグリ関連企業との関係強化などの新たな取り組みを視野に入れています。さらにものづくり DX 改革として掲げている人に優しくロスのない工場の実現に向けた取り組みを加速させています。デジタル技術を駆使した約2万種のチェーンを取り扱う変種変量生産の生産革新活動の成果として、工場内の機械設備の稼働状態の見える化やデータ分析などを実現し、ものづくり現場の改善に対する技術ノウハウとして長年にわたり蓄積してきました。この現場起点の DX ソリューションをパブリコネクトとして提供することにより、お客様のものづくり現場の生産性向上に貢献することを目指しています。パブリコネクトはソフトウェア資産やシステム構築のノウハウをもとに、自社のものづくり現場で培ったデータ連携、現場分析技術を反映、将来の自動化、無人化工場に向けた DX ワンストップソリューションです。さまざまなデータ取得手段を駆使して、機械設備だけでなく人手作業にかかるデータも収集し連携するので、かなり新しい取り組みですよね。ものづくりにこだわり、ものづくりの先を行く椿本チェーンが、日本のものづくりの新しい形を実現していきます。それでは最後に、欲しい人材と社風を椿本チェーンの新卒採用担当の方に聞いてみましょう。欲しい人材について教えてください。はい、椿本チェーンは様々な分野で時代の先を読み、変革とチャレンジをモットーにものづくりをリードしてきました。これからもその姿勢は変わらないと思いますので、世の中にまだないものを作りたいといった意欲的な思いを持っている方からのご応募をお待ちしております。社風について教えてください。社風については面倒見の良さやチームワークがいい社風が特徴です。ものづくりやお客様課題の解決のためには熱く議論することもあります。若手の挑戦をバックアップする文化がありますので、普段は和気あいあいとした雰囲気の中で仕事をしています。最後に就活生に向けてメッセージをお願いします。
はい、動くところに椿ありと言われるほど動かす分野で当社製品は関わっています。なかなか皆さんの目に触れる場所ではないものの、お客様の範囲は幅広く、社会課題にアプローチできるやりがいのある仕事です。創業から100年以上受け継いできたものづくり DNA と課題解決へのチャレンジ精神で、これからも社会に貢献し続けます。興味のある方はぜひ当社ホームページをチェックしてみてください。椿本チェーンの企業研究は以上です。この動画を見て椿本チェーンが気になった、もっと知りたいと思った方は、インターンなどの最新情報を見逃さないように概要欄に貼ってある採用ページを見てみてください。コメントもお待ちしています。